はい、皆さんこんばんは、リモーネ先生です。というわけで今回はレビテーションシミュレータープレイしていきたいと思います。このゲームなんですが、レビテーション、空中浮遊を体感できるということで、ゲームシステム的には壺とかそういうなんか障害物を乗り越えていく系のゲームみたいですね。早速プレイしていきたいと思います。KJ え？お？やばい、どうやって、おお、どっから、いや、いいかなっての動きいるのこれ、なにこれ、左右、左 J、 左 J、 JKI、 移動、床屋なんだというかこれやばいってやばいって体勢、来たか、やっとか、あ、いいじゃん、このまま行こうよ、このまま、なんでだよ、奥行きある、もしかして、あれ、あ、なんかマウスでちょっと足動かせる、なんだこれ、意味ないだろこれ、やばい、なんだこれ、やばい、足が、いやー邪魔だよね、いや待って、下に行きたい、下に、これ上から、なんだ、もういよいよだなこれ、これで、あー、なんか、はい、なんかいい感じだったぞ、頼むぞ、はいよ、来たか、やっとか、はい、奥行きとかねえよなこれな、あ、頼むぞマジ、よ、はい、じゃん、やっとなんか抜け出した感ある、はい、まずこれ理髪店から脱出していいのか、このまま、待って、これで、はい、危ないよ、もうガチ、やばい、これ下、まずいか、これやったか、やばい、始めるゲーム間違えたかもしんねえな今日、いいよ、うん、ゆっくり行こうよ、ゆっくりね、うん、早めに、やばいなこれ、加速まずいな、オッケー、あんま加速しすぎるとやばいって、降りてほしい、下に落ちてほしいんだけどな、あぶね、よし、やばい、角度が止まんねえ、なんか右に行きたかんだよなこいつ、手とかも関係あんのかな、慌てない、一休み的な、ここで失速して上に行く体勢に入る、まずい、いやー止まれないんだよな、あー、いや、いけるか、分かったか、なんか あーなんかいけそう、よし、もうこっからもう急ブレーキ、やばい、まあでもいい、一回ここで体勢変えて、いいよ、もうほんのちょっとだけ、もう進む感じで、もう本当に。いいね。こっちでいいんだな。それだけ教えてほしい。これ見えなくなるのやめろ。え、ちょっとやばくないこれ。え、違うんじゃないこれ。じゃなくないこれ。これ、それともそういうこと？見えないポイントってことこれ。いや、むずいって、やばい。待て、
待て。いいぞ。奇跡が起こってます今とんでもないことが起こってます。レビテーションマスター始まったか。いいぞ。ちょっと合ってんだろうな。これ大丈夫か。これやばいかもしれない。頼む。あれもう暴走、もうどこがどうなってるか分かんなくなって暴走し始めるときなんだよな。レビテーションの能力が。いやもう開いた。ここをミスったらやばいからね。来た。で、ただスピード出しすぎず、おごらず。やばいか。いや、大丈夫だけど、やばいかもしれない。よし。いいぞ。ここに来て。一気に進みすぎず。おー、合ってないのかこれ、もしかしてこれ。道合ってないこれ。いや、なんか、あんのか狭い隙間にこれ。やばいな、これ。嫌な予感してきたな。やばいかもしれん。やばい。やばい、お尻が!あれ、どうしたらいいんだろうな。あ、でも、こう、角度。角度かな。よし。やばい。お願い。ちょっと待って。危ねえ。これ手とかさ、折りたためないなんか。お願い。やばいって、そっちじゃない。そう。そう。足引っかかないで。いやー、あそこにさえ到達できれば、ほぼ全クリ。ほぼ全クリではある。はい、いいですね。あー、緩やかに。間違えた。危ないです。これ止める。まあ、ここは。一旦冷静侍。はい。うわー、はい。いつものこのヒドゥンセクションをクリアして。待って、お前なんだか。なんで。危ない。おー。なんで戻り始めたんだ、こいつは。喋れもう、お前。いけるかいけないか喋ってくれもう。これ上に浮く。下に下がる。あー、なるほど、わかったぞ。あ、こうだ。あー、めっちゃわかった。こうか。左上に進むのと左下に進むボタンを交互に押すことによって前に進めるといった感じですね。あ、もう今更、この40分ぐらいやってやっとなんか、わかった感じあるけども、ただ、ここを来た場合、左上。これで、あ、OK。はい。今度逆だ。はい。もう分かったっす。なんか今まで結構邪道だったんだね。多分。今これは完璧に、完全に理解したって言っても過言ではない。はい。めちゃくちゃ上手くなった、急に。あとは、この勢いをどこかで、ちょっと止めなきゃいけないよね。今この絶妙なこのスピードを完全に静止して、これ上に上がっていく。ここで止まってくれ。よし。よし、この絶妙なスピードで登っていくしかないか。しかし、まずいか。足大丈夫なのかこれ。頼む、このままで。よし、いいぞ。来た。いいぞ。待って。これどっちだ?いや、ちょ、うわぁ!
えっ、やらばらばめでよかったんかな。やべえ、ミスった。いやでもなんかね、もういけるわこれ。レビテーションの極意つかみかけてるって。いいぞ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 。はいはいはい、いいよ。ちょっと上に上がりつつ緩やかに乾杯。はい、頼む頼む頼む。よしよしよし、いいぞ、頼む、行ってくれ。いいぞ、いいんだな、こっちで。こっちいいんだよね、手前とかないもんね。いいよいいよ。次はなんだこれ、なんだこの絵え、この、この理髪店みたいなところの入り口、これレガシー。いや違う、カフェのなんかあれだな。やばいね、まずいですよこれ。アップ。 OK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 。 うわー、絶妙な感じだ。なんだエリアドラゴンイーター、なんだこれは。なんなんだよこれ。なんだこの荒々しい絵は。エリア、あ、アリアか、アリアドラゴンイーター。誰なんだ一体、伝説のドラゴンスレイヤーが。いいぞいいぞいいぞ。伝説のドラゴンスレイヤー乗り越えた先にあるのはなんだ。カフェ。いいぞ、このまま超ゆっくり進んでやる。うわ、ツボ、うつぇ。はいはいはい、ツボね。はいはいはい、ツボ。早めに乗り越えさせていただいて。はいはいはい。はい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 、はい。いいね。もう完全にこのゲーム分かってますよ。深まってる、理解が。ちょっとすいませんね、あんまりちょっとごめんなさい、スピード出すと緊急時に耐えられなくなっちゃうんで、ちょっとごめんなさい、ちょっとゆっくりなんですけれども、これで耐えていただいて。何が来るんだ次は。我慢しろ、ゆっくりこう、ゆっくり。ところどころにね、絵がありますけれども、これ何なんでしょうかね。うわ、これ上か、上案件かこれ。ちょっとわかんないな。でも屋根がないってことは上なのかな。これしかも上どうなってるかさっぱりわからん。はいはい。ここで減速。完全に減速して。ここでまたゆっくり剣、ここは。やばい、これ右だ！いや、左だな。あれ、右行けると見せかけて、窓だ！反射してるんだ、あれ。あっぷねー。はいはいはい、これ結構むずいぞ。結構やばい。結構どころじゃない、くそやばいこれ。今いいスピード保ってるから。よっしゃ、うますぎ、天才け。ピッツァだ、ピザ屋さん。ここ2階ピザ屋さんなんだ。だ、1階が今のところはカフェってことか。最初行ったところは理髪店だったよね。次がこれ、かわさなくてもいいよね。これ大丈夫だよね。これ大丈夫だよね。うわあ！いや、むずくないか、今のとこ。じゃあ、もう一回、ちょっとだけやってみる。もう一回だけやってみる。いけると思うんだよね、もう。もう、だいぶ、スピーディーに。はいはいはい、いいよ、これね。もうこの辺とかはね、結構イージーですよね。ここはむずいからね、慢心せずに。よしよしよし、いいぞいいぞ、早っ。で、アリアドラゴンイーター越えて。これ結構長かったよね。やばい、やばい、これ忘れてた、これの存在。やばい、これの存在も忘れてた。シュー！いいよ。ここの後、もう油断せずに行きましょうよと。はい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 、油断せず行きましょうよと。ちゃんとちょっと上の方まで見て、なんか看板があって、なんか段ボールが積んであって、ここ
これいけんのこれ。うわあそこはなんかこうこうなんかあるのかな、こうこういうこういうことかな、なんかなんかわかんない、なんだこれ、なんかこういう、あ、でも足前に伸ばしてるから判定がずれてるんだこれ。こういうなんか 3D 的な奥行き的ななんか あんのかもね。はい、そんなわけでいかがでしたでしょうか。レビテーションシミュレータープレイしてみました。ちょっとねさすがにクリアまでは難しいかなということで、この辺で終わりにしたいと思うんですが、皆さんもぜひレビテーションシミュレーターで空中浮遊体感してみてください。それではありがとうございました。